さあ、今日はエポックのカード開封していこうと思います。2022広島東洋カーププレミアエディションっていうところで、去年まではルーキースターズっていう感じだったんだけど、なんか内容が少し変わってて、なんか OB の選手も収録されてるっぽいんだよね。で、1ボックス6パック、で、1パック6枚なんで、まあ、計36枚っていうところでまあ、あっという間に開封し終えると思います。で、封入割合、ここにも書いてるね。スペシャルインサートカード、つまりあのサインカードはね、それが1ボックスに絶対1枚入ってますと。 で、インサートカード。まあ、これが、いわゆるピカピカ系のカードだね。これが一泊に一枚。つまり、えー、六ク入ってるんで、六枚ピカってるっていう感じだね。で、裏面見るとこういうふうにね、ラインナップがずらーっと書き連なってるんだけれども、えー、内容としては、去年活躍した主力の選手。プラス、ルーキー。そして、OB だね。OB ここにあの、王の豊、小早川、江藤。っていうふうにね、広島版江藤は結構貴重だと思うんだけど、カープにいた時の。っていうふうに、こんな感じですよね。 だからあの、今年から入団した、例えばあの、マクブルームとか。で、あと去年ちょっと不調だった道林とか田中あたりなんかは収録されてないですね。じゃ、早速記念すべき一泊目から開封していきましょうか。てか、今年のカーブマジ強いね。下馬評では結構弱いだの。あと再開予想してる人とか結構多かったけどさ。マジ再開予想してるやつがマジセンスないよね。出てこいよ、再開予想したやつ。俺です。じゃ、早速一泊目開封していきますと。 あ、早速ルーキー来たね。松本竜也。もう即戦力ですわ。カープはあれだよね。しっかりドラフトでチームを補強していくよね。力強くキルのあるストレートで勝負するドラフト後を言わん、u ン強気に出したの懐を攻める。巧みの内改革の投げ分けで、ダボンダの山を築く、神々である。ちょっと待って、ピント合わない。先発、長月、どちらもコンセル、貴重な存在。今はとりあえずリリーフだよね。1年目から多くの登板機会が訪れそうである。っていうところで、エポックのね、このカードを、 結構ね、分厚いんすよ。あ、ちょ、待って、いきなりサイン来た。いきなりサイン <laughs>。もうちょっとじらして欲しかったなぁ。あ、でもウグサ、うぐさ俺が応援している選手粘り強いバッティング。俊足の外野手。えっ、ー、と、あ、表目に書いてあった。20、27枚のうちの14枚。表面がピカピカしてるんだよね。多分、ここら辺がエポックの言いたいプレミア感なのかなと、勝手に思っております。 BBM だって光らないからね。こういう風にビカビカ、ビカビカ湯草っていう感じの感じ。かっこいいっすね。っていうところで。で、あと話が途中になっちゃったけど、あの、カードの1枚1枚がめちゃんこ分厚いっすね。チームエディション。確か去年もこんな感じだったな。BBM のカード2、3枚束にしたらっていうぐらいかな。ちょっと分かんないわ。バトスピギョリカは分厚いかもしれない。下手したら。で、カラーのきたアンパマン。衰えぬバッティング技術。 松山からの島内島内の実はねサインちょっと欲しいなというふうに思ってて緩急で翻弄するスピードボーラールーキーイヤーから長継ぎとして着々とステップアップを続ける4年目右腕150キロ台後半の力強いストレート157キロぐらい投げるもんねそしてチェンジアップ2021年シーズン後半戦には勝ちパの一員として起用さらなる飛躍が予想される2022シーズンのピッチングにも期待大である いいね。続いて2パック目開封していきます。もうこのボックスの一番のお楽しみタイム、あっという間に終わってしまったんで、もうあとはもうはっきり言って消化試合みたいなところもあるかもしれないけど、さあ、広島トヨカープ、ご自慢のアベレジージヒッター、どこまでキャッチャーで我慢できるか、佐岡監督がっていう感じで、OB 枠、王の豊かピカピカしてます。なんかバトスピンのウエハースみたいな。さそしてこれは、ゴールデナ、これってあれかななんか、入ってるあ、何にも、あの、シリアル入ってないですよね。 これがまあ、いわゆる白押しサインカードって言われてるやつだね。ちょっと反射しちゃうんで遠くから眺めるっていう感じで。裏なんて書いてあるんだろうな、ちょっと。まあ、結構活躍間違いなしみたく言われてるんだけど。あ、何にも書いてないわ。あ、白押しサインカードだからか。詳細はレギュラーカードにてって感じが。ちょっとこれ悲しいなさあ、それ自慢のカットボールが武器の高橋光也。さあ、そして来た安定感抜群。とこだ、いいピッチャーですよね、とこだ。 開幕ローテーションの一翼としてスタートした2021シーズン。プロ初完封勝利を飾った9月。あの月間3勝マーク。防御率も0点台。ちょっとなんか、ピント合わないな。0点台の成績を残して、自身初の月間 MVP。2022シーズンは、左の中心として目標とする2桁勝利。規定投球、規定投球回数クリアできそうだな。さあ、そして去年も大活躍でしたね、森浦。今年は先発に転向。 するっぽいですね。3パック目ですね、3パック目。3パック目開封していきますと。のまっちゃん来ました。あのスーパーアーム、狂言。で、からの来たメタルパワー。<laughs> ちょっとね、背景、MP、MP、MP でなんか呪われてるな、これ。古代の壁画みたいだよね、これ。 取り憑かれたように MPMP MP えてますちょっと怖いな、このデザイン。どうしたんだろう、エポック。何があったんだメタルパワー。さあ、カラーのノーマル王のユタが来ました。で、えー、次世代の正捕手候補。って言われてますね。石原智樹打撃も、そして肩の強さも提供あります。デーベテラン。超の収録されてんだ。デーベテラン、超のそしてスーパーエース。ハイパー、S、オーセ大瀬良大じゃあ、続いて4拍目。開封していきますと。 まずは林光太、ファームでもちょっと今苦戦してますね。さあそして、栗アレンの、あこれシリアル入ってるね。どうかな、見えるかな。これアップにした方がいいかな。こういう感じの、虹色栗アレンっていう感じだね、50分の8。CRE です。で、中村翔征、天性の打撃センス。もっと見たいね、1軍で打席に立ってるところ、もっと見たい。さあ、帯役小早川。で まだ21歳だからね、ム村。先発ロートの一角。で、副長町はね、副長町の小園。この写真面白いね。かっこいいね。次つい5バック目です。もうラスト2です。ラストー。ノーマルウグサちゃん、来ましたね。わ、カラの来た末かね、シルバー白星サイン。存在感の高さを店に見せつけてる。ハイパーゴールデンルーキー。カラのブラッドケムナー来たね、ブラッドケムナーそして、クリーバヤシだ。 ちょっとこれ見てみようか。栗林なんて書いてあるかな。えー、新人史上最多対記録となる37セーブを挙げる。2021シーズンのハイレベルな新人王争いを制した。カープの守護神である。セーブ機会での失敗は一度もない。防御率は驚異の0点台プレッシャーをもうともせずにクローズの仕事を完璧にこなした。だってすごいよね。あの、セーブつかない場面でも投げまくってたからね。ほんと腕ちぎれるんじゃないかっていうくらい。あ カープの絵頭。これ割と貴重じゃないこれ。やっぱ絵頭って言ったら巨人のイメージの方が強いもんな。ねカープで活躍するとみんなどっかに巣立っていくんですよね。そして爆発力。爆発力のアレン。この目つきいいね。さあ、ラスト。ラスト1です。まあ、シリアルのピカピカも出たから多分もう何にもないっすね。多分おそらく。これから先、あ笹尾監督来た。 森下は打撃がいい。うんタイムトゥシャイン。あ、もうその森下来ました。え、これ何を表現してんだこれミラーボールっていうことかな。あ、シリアル15分の11でした。あ、シリアルカードってそっか、2枚入ってるんか。なるほど。カラーの友樹、石原、蝶の、あ、ダブってるな。デーベテラン。うわ、ダブってる。カラーの最後。 菊池さん来ました。頼れる兄貴。一応ノーマルカードまだ出てないの結構あるんで、ちょっとそこら辺も見つつ、一泊ずつちょっと開けていこうか。2ボックス目の一泊目です。さあ、AOB へと、カープへと、メタルパワー来ましたね。あ、でも、さっきと違うな、光り方が。バッキバキに光ってる、坂倉が。MP。 で表面ちょっとザラザラしてますね。俺こんぐらいバッキバキに輝いてるとちょっとテンション上がるわ。一い,い、ね、25分の23。からの大道はさっき出てないかな。何でもできる。先発も中継ぎも何でもできる。ハンサンボーイ。からの、あ、ルーキー、中村健斗オープン戦結構活躍してたイメージあるな。オールラウンダータイプ。からの笹岡監督です。笹岡です。よろしくお願いします。 で、林と。続いて、えーと、2パック目だね。2パック目ですよ、と。はい、ドンと。レアカードって2枚目に来るんだね、っていうかね。あ、これサインカードだ。もう見ようか。あ田村俊介、ルーキーのカード来ました。活躍が間違いなしと噂の。 注目の高校生ルーキー、田村俊介来ました。70、75枚も書いてんの新人にいきなりこんなに書かせるの普通、どうなんだろう ?76 か、76。いや、これ早速エポック、プロ野球選手の洗礼浴びさてね、田村くんに対して。容赦ないね。プロ野球選手だったら、こんぐらい書いて当然だぞ、みたいな。さ、指を動かせ、みたいな。ちょっと怖いっすね。エポック怖いっすね、ちょっと。 いやでもね、とにかくパワーに定評がある田村くんっていうところで、バッキバキホームラン打ってほしいですね。この先、まあ、3、4年後ぐらいなのかなどうなんだろうね。ところでもう完全にお楽しみタイムも終わり。息も絶えないというところで、じゃあ残り消化していきましょうか。残り4パック。2番目のところにキラーカードが来ると。びっくりマンみたいな光り方してるのは蝶野でした。蝶野びっくりマンっていう感じの。あ、カラーのゴールデン菊池。 ゴールデン菊池サイン。あ、フランスはって、これ初かな。アレクルースーパーアレクルースピードボーラー。さあ、あ龍馬くん。龍馬くん、今日初かな。片目打ちの龍馬今年は開幕から絶好調。さあ、そしてラスト3です。4パック目です。4パック目と。このパック、パックっていうのかなボックスっていうのかなこのシリーズは2枚目が肝心ですね。あ、これメタルパワーかな。メタルパワーの黒原投手。 黒原くんは、そっか、ノーマルすら出てないか。今、リリーフでめっちゃ頑張ってますね。めちゃくちゃ投げてる。カラーの完全復活へ向けたの今シーズン。早速、金色、早速、黄色信号灯りましたね。相沢。カラーの森下ノーマルは、まだ出てなかったかな。どうだったろう。カラーの来た、ノーマルスイカね。これ見たかったのよ。恵まれた体格です。そして、クリアすパワフルなスイングです。 それが魅力の右の大砲です。キャンプオープン戦結果を残してます。開幕戦2006年以来となるチーム3人目となる新人開幕スタメン出場を果たします。プロ初アンダー、初アテンを含む4打数3アンダー、1アテン衝撃のデビュー飾ってます。正解です。よろしくお願いします。からの菊池は初かな今年ももうフル稼働、フル回転っていう感じで。 あ、書いてる。2020シーズンも長継ぎとしてフル回転。勝ちパーに定着してチームの勝利に貢献しよう。えー、5パック目、ラスト2です。さあ、2枚目注目です。これはノーマルか。ノーマル銀白サイン。菊池のシルバー銀白サイン。で、えー、あ、田村俊介。見ようがせっかくだし。178センチ。90キロ。体格がほんといい。パワーに定評があるんだよね。初めて迎えたキャンプ。 一軍合流後に目指出場した紅白戦でいきなり逆方向へ、フェンチョクのツーベース。持ち味を発揮。えー、まずはウエスタンリーグで、まあそうだね、多くの実績、経験を積み上げて、期の一軍昇格を目指す。いや、活躍するとこ見たいね。愛好大名伝なるほど。ニラサワは出てないかな、まだ。守備に定評がある。どこでも守れる。な、よいって感じコルニエル来た。165キロ。剛腕すぎて制御が効きません。どうしたもんか。 あ、ノーマル黒原。これも見たいな。ドラ1です。え通、ー、算148勝、188セーブを記録した球団レジェンドあの王の豊か氏が背負った背番号24、継承。期待のドラ1サウスポー。まあ、今はリリーフだけど、まあ、ゆくゆくは先発に転向していくんだろうなとは思うけれども。最後です。えーっと、おそらく、シリアルの入ったピカピカ系のカードが、 あと1枚。ここに多分眠ってると思うんだよね。さっき2枚来たから。さあ、これ注目だね。ああ、これタイムトゥーシャインかな ?12 番、大道選手かなこれ。てか、全然タイムトゥーシャインじゃなかった。なんだこれ。シリアルも入ってない。あジェム来ました裏に書いてんのかなこれ。20分の13、書いてあったわ。あの、表紙でこういう風に書いてるんだよね。まばゆい輝きを放つスーパーインサートカード。ジェムを引き当てようっていう風に。 公式が歌ってるんでだからジェーム結構レアカードなのかなというふうに思います大道選手ただでさえかっこいいハンサムな顔してるのによりかっこよさが映える映える1枚となっておりますであとは出現していないノーマルカード何あるかなあ高木翔太キャッチャーカープらしい打撃型の打撃全振りのキャッチャーというふうに聞いております 高木翔と。はい。というところで、まあ、全部開けてみた結果なんですけど、まず最初に率直な感想として、カードのデザインが、かっこいいっすね。エポック。なんか海外のトレカっぽい。なんとなく。ジェムの感じとかもする。まあ、ちょっとメタルパワーに関しては、若干不自然なところもあったりもするんですけれども。で、えーと、今回タイムトゥーシャインとか、あとメタルパワー、ジェム見たけど、あとデコモリシグネイチャーっていう、 意図おかしな。キラーカードもあるっぽいね。で、あと、ルーキーにめちゃくちゃサイン書かせてるっぽいんで、エポックが、まあ。無理っくり書かせてるんで、だからそういうとこ見ると、ルーキーの選手でなんか欲しいのあるな、みたいな、いるなっていう人は、買ったら結構当たる確率高いんじゃないかなと。だって70万円ぐらい書いてるからね。で、主力が多分30万以下っていうふうに考えると、まあ、ルーキーの当たる確率の方がめちゃくちゃ高いのかなと。